はい、来ました HX1、レジェンダリードライブ、バブルビブラート、オートフィルター、グレイフランジャー、ビットクラッシャー、もうね、ライン6使ってる方はですね、結構聞きなじみのあるエフェクトなんじゃないですかね。ライン 6HX1 フラッグシップのヒリックスファミリーから260種類以上の、はいね、もう見てらんないですよ本当に。はいはい、皆さんこんばんは、小田誠です。皆さん生きてますか、ちゃんと。もうね、クリスマスも終わったんで、皆さん浮かれてる場合じゃないですからね。こっからはね、気合を引き締めて なんというかね、年末年始まで怪我のないように行けたらいいですよね。あと風邪もひかなかったらなおよしって感じですよね。今インフルエンザ流行ってるらしいんでね、気をつけてくださいね。まあ気をつけてって言われて、気をつけるならみんな気をつけてますけどね。あ、そういえばなんか最近行ってきますって言ったことないっすね。なんかまあ家に誰もいないっていうか、まあね、猫しかいないんであれなんですけれども、昔だったらなんか、昔っていうか、行ってきますって言ったらなんか気をつけてって言って送り出すじゃないですか。あー、でもわかんないです。うちがスラッシュが良かっただけで、皆さんがスラム街で住んでたらちょっとわかんないですけどね。まあでもそんなこんなでですよ、もういいですか、今日本日の話題言っちゃっても。はい、こちらですね、 HX1 になります、ライン6の。これね、もう本当に率直に言って、これ誰が欲しいって感じですよね。もう他のメーカーさんなんてね、もうこのサイズでアンプシミュレーターとか全部入っててみたいなのを出してくるわけですよ。そこでライン6が行かなくてどうするんだっていう、なのになんかこれエフェクターしかなりませんみたいなやつですよね。しかもこのエフェクター、こんな組み合わせでこのエフェクターを入れるやつ、多分この世にないと思うんですよ。この左のストライモンとかですか、てか結構高級エフェクターで、これケースも結構いいやつじゃないですか。アルモアとかじゃないんですかね。こんな高級エフェクターと高級エフェクターボードを買ってるやつが、こんな HX1 でここで満足するわけないじゃないですか。マジでこれを商品開発で出したやつが本当に信じられへん。この機能で今売れると思ってるやつが本当に信じられへんわ。まあ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 、でもね、ちょっとね、勝手な思い過ごしもあるかもしれないんで、とりあえずじゃあちょっと見ていきましょうか。はい、こちらですね、まずもう何なんこのビヘイビアモデリング、もう意味わからへん。もう何ビヘイビアって、あんなもうちょっとさ、わかりやすく書いてくれよ。このウルトラコンパクトって誰でもわかるやん。そのレベルで書くことじゃないよな、ビヘイビアって。俺だけ知らんので、なんか操作性が謎にこの電球みたいなやつ、なんなん電球の操作性ってどういうこと。で次、フラックスコントローラーっていうんですか、フルックスコントローラーっていうんですか、ちょっとわかんないですけどね。そのレベルとウルトラコンパクトのレベルが一緒ってことやろ。もうなんかその辺がちょっと僕よくわかんないんですよ。はい、でですね、次が調節可能なインプットインピーダンス。まあこれは確かにファズとかワウとかね、つなぐ人はあれかもしれないですけどね。そんなファズとかワウにこだわってる人がですよ、こんなの使うわけないじゃないですかね。だってもうそれだったらもうその人は見つけてますよ、それなりに自分の使いたいやつを。でもやむを得ずってことでしょうね。やむを得ずこれを何か使わなきゃいけない時に、おそらくインピーダンスとかで音が変わっちゃうから、その対策で使ってくれって感じなんかもしれないですね。まあまあまあ、これはよしとしましょう。で次、外部コントロールですね。まあ外部コントロールもな、まあ今時のものは入ってますからね、普通に。でミディ機能とこの外部コントロール別に一緒でいいやんって感じもしますけどね。で次、バイパスオプションですね。まあこれ音変わんないよってことですよね。でも結局変わるんですよ、もう分かってます、そういうのは。もうで次、 USB で DC パワーですよね。こんな書くまでもないですよね。 USB とかついてなかったら、あ、でもどうなるな、このサイズで別にそんなできることも少なそうやし、 USB じゃなくてもって感じですよね。で DC パワーってね、もう電源をね、なんか別の形で入れるわけじゃないんだから、これも絶対 DC パワーじゃないですか。もうその DC パワーとこのビヘイビアモデリングですが、この詐欺師がこんなね、なんか急に専門用語出してくる、いるんすよそういう人って。結構業界人も多くないですか、急に専門用語出してきて、なんか質問しづらくするみたいな。もうあんな最悪、本当に。もうでなんかプロの現場やってるんだからみたいなこと言うんですけど、実際こっちが問い詰めたら、こっちの方が知識あって、向こう知識なくて、ただ専門用語並べてただけっていう。もう本当これに、それに近いっすよね、このビヘイビアモデリングって。何なんだっていう、ビヘイビアモデリングって。本当にこういう専門用語っていうんですか、専門用語っていうか、なんかもうビヘイビアモデリングとかどういう意味か知らんけど、こういうのを並べて、なんかこう俺すごいんだぜアピールみたいなしてくるやついるんですよ、ただ専門用語並べてるだけでね。でまあうざいのが、そういうやつに限って、それってなんて言うんですかって聞いてほしいんよ、聞いてほしいんよ本当に。そういう人ってね、もうなんかもうキャバクラ行ってこいよって話ですよね、そういう人は。でね、もうこういうそのビヘイビアとこのウルトラコンパクトと操作性とか並べるわけじゃないですか。そうするとこのビヘイビアって、あたかも
知らなかった方がおかしいみたいな感じに見えるじゃないですか。これもう詐欺師と一緒ですよ本当に。 LINE6 さんこんな書き方してると。じゃあ次見ていきましょう。なんかねこう挽回してくれると信じてます僕は。まだこんなこと言ってるけれども LINE6 信者ですからもうほぼほぼで。はい次こちらですね。まあこれといって別に何も見るものはないっすね。なんていうんですか、まあスイッチ2個ついてて、で1個がオンオフで1つがタップとなんかこのフラックスってやつですか。でまあボタンもついててですよね。でまあここから早速に特に驚く機能は何もないですね。なんかさ昔ってさこういうの見ただけですげえワクワクしたのにな。なんかえこれってああいうのもできるんじゃないのみたいな HX ストンプのあの時のな喜びを返せよと本当に。なんかさこうヒリックスが出た時とかもすげえワクワクしたんよな。あのフラクタルとかケンパーがある中で出てきたんやでしたっけ。なんかでもすげえワクワクしたのにあの時とか。まあ次見ていきましょう。でこれですね。まあいつも通りの、いつも通りすぎてですよ。もうこんなのねもう本当に知ってるっていう話ですよ。もう入ってるじゃないですか。だってその皆さんがお持ちのねあの HX ストンプやヒリックスに。はいじゃあですねここからもうここでページが終わっちゃうんですよホームページが。なんでここからプロセッサーのですね使用比較ってやつを見ていきたいと思います。はいこちらですね HX ストンプと HX1 を比べてですね、でアンプモデルが入ってないと、キャビネットモデルも入ってないと、エフェクトモデルが一緒ですと。でプリセットは、128と、そんなプリセットいらんよっていう、こんなアンプモデルもキャビネットモデルもないのに。で最大ブロック数、これ最大のエフェクト数ですよね。片や HX ストンプは8、 HX1 は1、この7、1と1かけてんのマジで、もうほんまに。でですね、気になるのは皆さん値段ですよね。僕値段1、2万だと思ってたんですよぶっちゃけ。 HX1 ってか1万にして1万と1かけておいてくれればよかったのに、いくらだと思います。正解は5万5000ですよ。5万5000ってこんなもんに5万5000誰が出すんよっていうね。もう本当に聞きたい俺マジで。これ誰がこれを発案して誰が OK したんっていう。もう本当にだって他社さんなんかめっちゃ頑張ってるわけじゃないですか。いかにコンパクトでこう高機能でみたいなものをいっぱい作ろうとしてる中、こんなゴミみたいなもの作ってる場合じゃないっすよ本当に。なんなんマジ製品開発部ちゃんと見てんの。この SNS とかさ、YouTube とかさ、そういうの見てさ、もうちょっと学んだ方がいいよ本当に。もうこういうのが通るっていう会社がまずやべえってなりますもん。だって普通に考えるとね、もうだってこれもう救いようないでしょう。でも5万5000ですよ。どこに5万5000の価値があんのかが全然わからへん。まあねこっから予測なんですけれども、多分こうやっぱり製品開発というかね、営業の人がこう行くわけじゃないですか、プロの方の現場に。でまあ大御所の人に会って、ちょっとうちの製品使ってくださいよって言うと、でも最近のやつってちょっと難しくてわからないんですよみたいな話になったんじゃないですかね。でちょっとコンパクトな感じならちょっと使ってみたいかもみたいなのを真に受けたんですよきっと。で多分そのミュージシャンの大ファンなんですよこの HX1 を推してる人は。で後輩たちの意見を無視してパワハラで押し切り、もう HX1 作ろうってなって作ったんですよ。これ絶対売れるからとか言って、もう LINE6 やめちまえって話ですよね。もうお前に部下はおらんのかと、家族だっておるわけやろ、知らんけどその辺は。もうお前が HX1 を作ったせいでその人たちをどん底に落としたんやぞ。さらに、うわあの家族って HX1 作ったあの家族なんやろとか、えあの人の上司って HX1 をさなんか開発した上司なんやろとか、もう言われちゃうわけですよ今後ずっと一生ですよ。もうそれでもいいのって感じ。まあいいんでしょうね、多分そういう人は気づかないんですよそういうのに全く。もう逆にですね、この HX1 を押して開発したやつの俺親の顔が見てみたいもん本当に。そいつには多分何も罪はないんよきっと、その遺伝子を持って生まれてきたわけやから。まあでもこの辺にしときましょう。僕の LINE6 へのね愛が溢れてきましたね、溢れすぎました。なんでねこの辺にしておいて、もうまとめいきましょう。はいというわけでですね、もうこの HX1 の製造を止めちゃって廃盤にしちゃっていいんじゃないですかね。もうだって5万5000しかも、だって今デジマート見てますけど在庫余ってますもん全然。もうこっからね大逆転する方法でも僕一つだけ知ってんすよ。それをねもう僕優しいんで教えてあげますよ。はいこちらですね、もうウーバーメタル入れよ、もうこれ入れたら絶対売れるからマジで。もうビーズ信者たちがすぐに反応して買い出すから、もうそれだけでもさ、なんていうの、あがいてこいよ、最後にあがこいよ、そういう風にして。というかまあ少なくとも俺は買うわけやん、だから1台は売れるわけよ。だからデジマートジョーナリストで1台はなくなるわけよ。それでもすごい大きいことやと思うよ。ぜひですね、こちらのサムネイルの動画でですね、僕が LINE6 の愛というかですね、ウーバーメタルへの愛を語ってますのでね、ぜひともご視聴ください。もうな、俺にできることはこれだけ。これがあればでも絶対救えるから。で、名前とかをな、なんかボグナーからボグ取って、で、ビーズからズー取って、ボグズメタルとかな、なんかもうそういうボグズドライブとかそんなんで入れておけば、もう絶対いいから。っていうか入れてもそれしかな、もう救いようがないんですよ、本当に。入れといてください。はい、というわけでですね、本日はいかがだったでしょうか。もしですね、ちょっともうなんかいろいろ文句が多くなっちゃいました。文句が多くなって、文句がね、文句の方が多くなっちゃいましたけれども、ね、
ぜひともですね、本日の動画に共感いたしましたらチャンネル登録の方とですね、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。あとですね、X と Instagram の方のフォローもよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。まあね、でもポッド XT から使って X3 といって HD も買いましたよ、もちろん。でね、しばらく待ってラックの方も買いましたし、って考えるとね、もう頼みますよ本当に。